皆さんはここに書いてある機械が人を治療する未来というのを考えたことがありますでしょうか。ここでお話しするのは、大学で行った医療機器の開発の話です。まだ市場にもなく誰も買ったことがない装置です。で、一番最初に私たちが足首に注目したんですけども、その理由はここにあるように骨折や怪我の後病院の中に長くいて動かないと関節がカチカチに固まってしまって全く動かせなくなってしまいます。で、もしそうなってしまうとその後どのように歩行リハビリをしたとしても二度と歩けなくなって病院から二度と出られないことになります。で、こういう問題に対して理学療法士はどのように対応しているのか、かかとをここにあるように掴んで手の裏のところでギューッと押すんですけど、なぜかというとすごい足先というのは体重ぐらいの力を出せる場所なので大きな力仕事になるんですね。で、それを毎日そして1日この処置を忘れると18日リハビリが必要、もしくは7日忘れると52日リハビリが必要と言われています。で、この問題を何とかしなければならないということで、例えばここにある一番左のものは膝用の機械で、実はあんまり効果がない機械なんですけれども、膝を入れて動かす。で、もう一つその我々が考えた足首用の機械なんですけども、ティルトベッドというのが市場化一応されています。おばあちゃんをベッドでくくりつけて寝かせて立ち上がらせます。ベッドそうすると足先に力がかかるという仕組みなんですけど、おばあちゃん痛くてすぐ逃げちゃうんですね。で、すごく辛い。で、そういう問題に対して、小型化の研究が大学でも行われてきました。で、基本的には下の図にあるように板状のものをこうやってぐいぐい回せばいいってことなんですけれども、足先というのは体重が支えられます。大きな力がかかるのでかかとが内出血を起こすんですね。で、それだけじゃなく大きな力でぐーっと押すんで装置が動いちゃう。で、それをなんとかベルトで固定しようとするんですけども、それですごい痛くなってしまうと。で、こういう問題が解決できなくて全く使い物になりませんでした。で、それでいろいろ大学でやっているうちに7年の時間をかけてここにあるような装置ができました。理学療法士がやっているように手で包んで力をかけるんじゃなくアキレス腱で浮かすような仕組みです。そして大きな力がかかって装置が動くので、それを一番重いお尻で押さえるという仕組みにしました。そしたらすごくよく動く機械ができました。すごく楽です。ベルトもありません。で、最後なんですけれども、今までのロボットは安全のために柵の中で動かしていました。それで法律によってそれは定められていて、それ以外ダメだということなんですけど、これからのロボットは、ここにあるようにタイヤを人間と一緒に入れるような、ただそのためにどういうふうに安全を確保するかは全然やり方が分かってない状態なんですね。で、未来のロボット、僕らがやりたいことは何かというと人を治すロボットです。そのさらに先です。こういうことをやろうとしている、我々にぜひ力を貸してください。ぜひ大学に来てみてください。